生ではないんです。生ではない。これはね収録だからもう言っちゃいけないことを言っても編集もできるし気楽におしゃべりしていただきたいんですけども、はい、こちらポエドルさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではじゃあ一人ずつ自己紹介してもらいましょう。はい、ボーカルの綾瀬奈々です。ギターの凪颯太です。ベースの綾瀬蘭です。ドラムの星名亮です。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ニコビジュ恒例の私物チェックの時間がやってまいりました。はい、皆さん何か用意してくれてると聞いておりますので一人ずつ見せてください。りょうくんは何を持ってきてくれたんですか。男梅グミ。男梅グミやっぱり、はい、さっき持ってたからそれかなと思った。大好きなんですよ。いつも入ってるよね。もういつも入っててライブ前とか、うん、食べてます、ね、1日1袋は行く感じですか。あ、行きます、ね、あ、行く。はい、梅がじゃあ好きなの。梅は大好きです。中でもこれが、これは最強ですね。うん、なるほど。めちゃめちゃうまいです。よくもらうからね。なんかライブ前ジンクスみたいな感じなのかな。まあ、そういうことではただ好きなんだね。そうですね。それ食べると落ち着くとかじゃない、うん、いや、そういうのじゃない。ただ本当に好きなの。味が好きなの。髪色にと似てるから食べてる味と、うん、それ反応しにくいからね。味と食感が。味と食感、はい、そんなによね、男梅グミに生まれたかったって言ってる人いっぱいいますよ。そんなに愛していただけるなら。はぁ、はぁ、みんなが私男梅グミに生まれたかったって今思ってるっていう。はぁ、なるほど。お分かりいただけた。今のよく頭悪かったですね。ジェネレーションギャップかな。しょうがない、ね、大丈夫、ありがとうございます。僕はこれですね。はい、はい、さあ続いて、はい、僕は何最近手に入れた、うん、iPad ですね。お、最近手に入れて。便利なんすわ。知ってるよ。大体知ってるよ、みんな。スマートフォンを変えたんですよ。ほうほう。したらついてきたんですよ。うん、え、あ、あげますみたいな。オプション的な感じで。オプションで、なんで開けたの。うん。じゃあそれを使って今何をやってるんですか。あ、それ写真も撮ったりね。あ、俺かよ。ライブライブとか。照れちゃった。ここに写真を。まあ結構曲とかを。うん。あ、それで聞いたり。そうですね。あとはこれで作れちゃうんで。え。これ一台で。それで作ってる。万能。え、すごい。万能ですね。なんだ、なんとか、なんとかだ。なんとかなんとかで。そう、なんとかガレージバンドで。ガレージバンドね。入ってるよね、iPhone にガレージバンドで。そうなんですよ。iPhone が、なんで。あ、違うんだ。そう、全然違う。クオリティ高いんだ。高いんですよ。中身一緒。え、中身一緒。一緒一緒。いっぱい触れるから。なんか、なんか。なんか同じリアクションだな。いや、撮られてなんぼの人でしょ。いやいや、でしょ、ほら。うん。多分でさ、2個撮られてた。2個撮られてたね、今ね。ちょっと慣れて慣れて。じゃあまたいい曲がいっぱい生まれるということですね。はい、出来上がった。はい、わかりました。ありがとうございます。さあ、ランさんは。はい、僕は、うん、香水を、あ、いつも入れてる。そういうのね、気になる。なんていうとこの何っていう。これは、バーバリーっていうブランドの香水です。うん、バーバリー。種類は忘れました。結構使ってますもんね。そうですね、もう結構よく使ってるんで、減りはまあまあ早いんですけど。ランさんと同じ匂いしたかったらそれを。そうです、ね、メンズなのかな。これはメンズです、一応ね。えケース的にメンズっぽい。女性のものも結構あるんですけど。な、何系の匂いですかそれ。なんだろうね、甘くはない。これは好きじゃない。やだね、メンバーが嫌いな匂いつけてたらやだね。買った時嬉しい、なんか良かった。嬉しいじゃない、嬉しいじゃない、嬉しいじゃない、間違えた。誰が良かったって言うっしょ。飽きたのかも。飽きちゃった。まあ、でももうちょっとなくなりそうだから、ね、そうですね、変わるかも、まあ、変わるかもしれない。はい、わかりました。ありがとうございます。さあそして最後ソートさん。はい、何ですか。いやいや、流れ今3人やってきたからさすがに分かるでしょ。私物チェックをね。で、そう、長くてその企画で、うん、今日ポッケに携帯と財布だけ突っ込んできちゃった。ポッケに携帯と財布だけ。いや、男らしい。じゃあ、まあ、男らしい。カバンとか持たないんだ。持ってきてないですね。あ、普段からカバンあんま持ち歩かないんだ。もうコンビニ行く感覚で来ちゃいました。あ、いい。なんかロックな感じ。いつも手ぶらなんですよ。あ、いい、いいじゃない。いつもおはようとか言って。あれギターは忘れた。それ忘れちゃダメ。なるほどね。そのせいでたまにギター忘れちゃう。たまにね、アミダナの上にリハーサルでギター置いてくる。アミダナの上まずいっしょ。、うん、それはちゃんとね持ってってほしいですけどもね。はい、わかりました。じゃあ皆さん最後にお知らせを。はい、ええ、
していただきたいなと思いますけれども、はい、よろしいですか。はい、はい、4月4日に僕のセカンドシングルである「エーレカ」というものがリリースされます。はい、これとてもかっこいいのでぜひ聴いてみてください。はい、そして、僕たちのですね、あのファーストワンマンである「エーレカ」というあのセカンドシングルと同じタイトルのワンマンが、6月3日池袋1にてやりますので、うん、もしよければお待ちしております。これはもうチケットすぐ売れちゃっもうまだ発売してないですか。まだ発売はしてない。これはもうすぐ売れちゃうと思うんでね。多分すぐ争奪戦ですね。2018年ブレイクするでしょうバンド今1位ですか。あ、そうなの。いやもうそういやそうですもうそうです。そうもう世間的にもそうです。煮込み中調べやから。間違いない。ありがたい。間違いない。これね結構当たるんですよ。だから期待してますんで1年後この動画をねいい気持ちで見れてるといいそうだよ。いや意外とね1年後も売れすぎて出ないっていうパターン多いにあるんで、いやもうむしろそれぐらいの勢いで2018年は行ってもらいたいなと駆け抜けたいなとは思うんで、はい、よろしくお願いします。多分今日が最後のねニコビチになるような感じで頑張っていただきたいなと出たいなでも思いますあいいですよ、売れてから出てくれるのもいいですけどね。ありがたいです。わかりました。はい、はい、じゃあこの後本番がありますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。